うりんさアンケートありがとうございますこれなんかあれですね素晴らしいなんか教科書というかすごいですね顧客成功のための自己投資っていうのはすごいですね、うん、なんかステージが違うかなっていう僕はね顧客成功のことはねあんま考えてないですよねお前言うなよって話なんですけど <laughs> 塾やっときながら どうなのって話なんですけど、まあ、ぶっちゃけ言うと、お客さんの成功ってあんま考えないですよ。うん、でも、お客さんの成功は考えないんだけども、成功してほしいとは思うんですね。でも、成功は考えないんですよ。で、なんでそこを分離してるのかっていうと、やるのは僕じゃないので。うん、だからこれを、やるのは、どんな、なんだろうな。 あの顧客の成功することがすべてっていうか、まあ、そう入ってしまうとどうなるかっていうと自分が行動しづらくなるんですよあ俺の責任だ俺の教え方が悪いから俺がダメなんだあどうしようみたいなあやっぱ商品売れないなとかなんかもう何もできなくなっちゃうんですよ僕はね、まあ、ちょっとチキン野郎な部分もあるんでだからそこはもう完全分離して考えてますねただ 成功してもらいたいとは思ってるんで常に発信してサポートも常にやるべきことをやってあのサポートするよっていうことはしますただしやるのは僕じゃないからちゃんとやってねっていうメッセージも伝え続けるって話ですねあんまりその顧客の成功に依存しないな入り込まないっていうのが僕の、まあ、考え方ですねでもそれがいいのか悪いのかはまああの賛否いろいろあると思いますうんそう でも事実なんで仕方がないんですよね。だって僕の意思ではないので、お客さんの思考、お客さんの意思は僕の意思ではないので、僕がなんか操り人形でこう操れるんだったらわかんないですよ。いや今日も動画撮れ、みたいなね。今日もなんか発信しろ、ブログ書け、みたいな操り人形でこう操れるんだったらいいんですけど、無理じゃないですか。うん。でも応援することはできるんで、まあそれは続けますけど、そう。うーん。 だからなんか僕が行き着いた具体的な部分は人を変えようとするのではなく自分が変わり続ける背中を見せるってことですね自分が変わり続けることは自分の意思でできるんで自分が変わるってことは自分の意思でできるわけですよでその変わることを見せ,見せ続ける変われるよとであとは変わっ、まあ今回温泉対談もいっぱい取ってるんですけども変わった人たちをしっかりとあの露出してって でもちゃんとやれば変わるよっていうことを見せ続ける。だから、やっぱや,やらないといけないなとか、なんかそう思ってもらって、動いてもらうっていう活動は続けますけど。うん。ただ、自分が変われば相手、相手を変えようとするのではなく、自分が変わって、自分が変われば、相手が変わるって感じですかね。うん、相手を変えようとしないというか、自分が変わる。 そのことによって相手も変わるっていう。なんこんな感じですかね。うん。まあでも、あの、いいと思いますよ。まあ答えはないので、自分の中で作ればいいと思いますし。まあこの、なんだ、顧客のためにっていうのは非常に素晴らしいことだと思うんで。で僕の場合は、これをや、まあ、一時期こういうこともあったんですよ。だけど、まあ、さっき言った通り、入り込みすぎると、もうね、うつ病みたいになっちゃうんで。<laughs> <laughs> 僕はあの結構うつ病気質があるんで。 毎日お客さんのことを考えて、ああみたいになっちゃうんで、うん、そう。まあそこはまあどっかの段階で、どっかのとこでもうい、バーン分離しちゃいましたけどね。うん。はい。まあいろいろ申し上げましたけど、まあプレゼントを受け取っていただいて、まあ、やってください。僕はやります。はい。<laughs> はいえー、アンケートありがとうございました。